地元戦の決勝戦に勝ち進みました。いかがでしょうか。もうほっとしてます、はい、今日の準決勝も振り返っていただきたいんですけど、決勝いかがでしょうか。まあ、初手の並びも理想的に、はい、展開も理想通りに進めました。で先に仕掛けた井口選手でしたけど、いかがでしたでしょうか。そうですね、後ろから切って一旦落ち着いたところで直線で仕掛けられたので、はい、よかったなと思います。準決勝走り終えると手応えなどいかがでしょうか。ちょっと連日不甲斐なかったんですけど、昨日自転車結構いじってだいぶ出たと思うので、まあ、感じよく走れたかなと思います。決勝戦に向かって上がってきてる。そうですね、はい、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。地元のビッグということで優勝するつもりできたとおっしゃられてましたけども、はい、決勝まで来ました。どうでしょうか。まあ、もう初日2日目と良くないレースしてしまったので、準決勝が挽回できたかなと思います。今回、まあ、地元で声援もありまして、地元選手の応援コーナーも設けられてましたけども、声援はどうでしょうか。やっぱり本当に地元は力になります。声援がすごかったです。今回、まあ、賞金ランキングでも、まあ、大事な戦いが明日ないと思いますけども、最後に決勝に向けての意気込みをお願いします。まあ、しっかり地元優勝してグランプリに近づけたいと思います。決勝進出となりました。今の気持ちを聞かせてください。力不足です。その準決勝もちょっと振り返っていただきたいんですけど、今日はどのように考えてますか。まあ、あんな感じです。前から実際に仕掛けられてるというのはいかがでした。良かったですね。まあ、ちょっと今回2着が続いて思うところもあると思うんですけど、教えていただきたいんですけど。もう力不足です。決勝戦に向けてというところも、クールダウンしっかりして頑張ります。決勝進出おめでとうございます。まあ、少し物足りないというふうに言われてましたけども、何かここがっていうのはありますでしょうか。まあ、もう普通に弱いだけですね。まあ、しっかりと練習して入られたと思いますけども、疲労感っていうのはありますか。まあ、あるんですけど、はい、ただ弱いだけですね。はい、で明日はまた南選手の連携になりますけども、決勝に向けて意気込みをお願いします。まあ、しっかり応援してもらえ頑張ります。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから聞かせてください。まあ、ラインとしてね、最後3人で、まあ、決めれるような展開に持っていけなかったっていうのはちょっと悔しいですけど、まあ、なんとか自分の中ではしっかり最後はコース見極めて、いけたかな。準決勝は期待選手に任せてというレースでしたけど、振り返っていかがですか。もう期待さんに任せましたし、まあ、どっかで行くような形になるかなって思って構えてはいたんですけど、まあ、やっぱりちょっとね、前に故障もいたんで、まあ、そこ見られてしまってちょっと、動きにくいレースっていうか展開にはなってしまったのかなと思います。で、まあ、ご自身で最後判断して踏んでいきましたけど、手応えなどいかがでしたか。そうですね、最後、まあ、外はちょっと無理だなっていう判断の中で1、2かしてもらったんですけど、まあ、みんな外踏んでた感じがあったので、まあ、変にバック踏むこともなく最後まで自転車が伸びてくれたんで、まあ、そこは自分の中では手応えというか収穫ありました。3日間走られてコンディションなどいかがでしょうか。まあ、初日ちょっと自分の中で不完全燃焼というか気持ちの弱さが出てしまったなというところがあったので、まあ、2日目ちょっとしっかり前に出てっていうところを考えて、まあ、そのレースがあって、まあ、準決勝余裕が生まれたのかなとは思ってます。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、少し難しいレースになってしまいましたけども、最後はご自身で打ち行きましたが、状態としてはどうでしょうか。まあ、最後は北井さんの、まあ、踏み出しを見て、まあ、外か内かっていうところの判断が難しかったんですけど、まあ、前に故障も他で踏み込んでましたし、まあ、もうその外はちょっと厳しいなっていう判断で打ち行かせてもらって、まあ、自転車は自分が思っている以上に伸びました。この3走をしてみてどうでしょうか。まあ、初日2日目は自力任せてもらったんで、その分準決勝は周りが見えてたかなと思います。まあ、共同は取られてる大会だと思いますけども、何か思い入れはありますか。まあ、優勝もさせてもらってる大会ですし、まあ、今回もこうやってね、なんとかですけど決勝上がれているので、まあ、決勝戦もしっかり悔いのないように走りたいなと思います。まだ並びが決まってないってことでしたけども、現段階で郡さんの気持ちとしてはどうでしょうか。そうですね、まあ、僕も自力出してますし、まあ、深谷さんも初日自力でやってますし、まあ、お互いの調子は分かっているので、まあ、そこを含めて、話し合って決めたいなと思います。わかりました。では最後に決勝に向けて意気込みをお願いします。はい、しっかり力出して悔いないようにレースしたいと思います。よろしくお願いします。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちから聞かせてください。
そうですね、嬉しい気持ちもあるんですけど、高橋さんとしっかり決めれたのかなと思うと、ちょっと仕掛けを失敗しました。そのレースを振り返っていただきたいんですけど、まあ、レースは前受けからになりましたが、いかがでしたか。そうですね、もう前か後ろだったので、作戦は、はい、もう想定通りでした。まあ、別線動いて踏み出していきましたけど、いかがでしたか。そうですね、もう展開は抜きましたね。中段から松井君が行ってしまったので、はい、行きやすくはなりました。まあ、3日間走られて、ご自身の体調などはいかがでしょうか。体調問題なくですね、はい、調子もいいと思います。先のレースで九州の2人が決勝進出決めてましたけど、いかがでしたか。そうですね、ちょっと刺激をもらいました。で、決勝進出おめでとうございます。松岡選手はマジシャンになりましたけども、作戦などはどう考えられたでしょうか。もう普通に行ったら後ろなので、しっかり前取りに行ってみて、まあ、前から後ろからでした。まあ、一度下切って最後まあ 3コーナーぐらいから迫力になりましたけども、まあ、2着まで届いて状態としてはどうでしょうか。まあ、足を使ってなかった分出ましたね。でもちょっと車間をミスってしまったので、そこは反省ですね。やっぱり2日目にセッティングを変えたりしたのがいい方向に来てますかね。そうですね、はい、いい方向に行ってると思います。まあ、九州はこれで3人乗りましたけども、はい、どうでしょうか。そうですね、なかなか九州でまとまることはないので、しっかりと3人乗ったので頑張りたいです。では最後に決勝への意気込みをお願いします。はい、今日はありがとうございました。九州3人でしっかり1着目指して頑張るので応援お願いします。宮城選手、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まず今のお気持ちから教えてください。大変嬉しいです。まあ、準決勝のレースも振り返っていただきたいんですけど、今日は小城選手追走でしたが、いかがでしたか。まあ、追走を離さないようにって気をつけてました。実際にその小城選手の仕掛けなどいかがでしたか。強かったと思います。ご自身の3日間走られてっていうところはいかがですか。今日が一番良かったように感じます。これはもう走って上がってきてるなという感じですか。そうですね。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ミヤハイ以来のビッグの決勝になりますけども、はい、どうでしょうか。大変嬉しいです。まあ、明日も同県の小城選手の名言になりますけども、どうですか。しっかりついていきたいと思います。ご自身の状態は何かこの後はありますでしょうか。しっかり疲労を取りたいなと思います。わかりました。では最後に決勝の意気込みをお願いします。はい、スーパー頑張りたいと思います。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちから聞かせてください。いや、もう本当に乗れると思ってなかったので素直に嬉しいです。どうですか、あの G2 の決勝戦ですか。いや、もう二度とないとは思ってるので、まあ、こういう舞台しっかり力を出し切れるように頑張りたいと思います。あ、この決勝、準決勝のレースも振り返っていただきたいですが、いかがでしたか。いや、本当に連日 SS の3番手、回らせてもらって、チャンスある位置で戦えているので、まあ、ちょっと冷静じゃない部分もあったんですけど、まあ、3着に入ることができて嬉しいです。今日の最後の直線などはいかがでしたか。いや、直線長い方が自分は好きなので、まあ、直線どうかなと思ったんですけど、3着で良かったです。で、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。この地元地区の G2 で決勝進出となりましたけども、お気持ちいかがでしょうか。いや、本当にここまで勝ち上がれると思ってなかったので素直に嬉しいです。まあ、今回同じレースでは、まあ、今勢いのある同期の的場選手、では他には小城選手がいますけども、その2人っていうのはどうですか。まあ、自分とまた全然タイプが違うんですけど、まあ、本当に自分はずっと競輪学校では下の方だったので、まあ、スターの2人なんですけど、まあ、こうやって少しでも追いつくことができて本当に嬉しいです。みんな3走していて状態の人はどうでしょうか。まあ、直線が長いバンクが好きなので、本当に状態もまあこうやって勝ち上がれてるのでいいかなと思います。やっぱり前走は完全優勝されてるということで、その勢いのままっていう感じですかね。まあ、前走も最終バック番手で毎日回れたので、まあ、そういう本当にラインのおかげです。わかりました。では決勝に向けて最後意気込みをお願いします。明日も精一杯頑張ります。応援お願いします。新井選手、まずは決勝進出おめでとうございます。今日スタート取りからでしたけど、いかがでしたか。はい、もうそれだけです、俺の仕事は。あとは北鶴選手任せて、はい、ついてていかがでしたか。まあ、強かったですね。はい、その3日間走られてご自身はいかがですか。まあ、まあまあっていうところですね。決勝戦向けてっていうのはいかがでしょうか。はい、決勝戦向けてっていうのはいかがでしょうか。まあ、翼次第なんで。はい、わかりました。最後にじゃあ一言、はい、カメラに貼っておきます。はい、まだちょっとメンバー出てないですけど、まあ、とりあえず頑張ります。はい。
ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。今の気持ちから聞かせるの。桜井さんは、うん、そうですね。まさか決勝乗れるとは思わなかったんで、はい、ちょっとびっくりしてます。まあ、レースは荒井選手が前を取ってスタートしましたけど、いかがでしたか。いや、そうですね。あの前も取れる車番じゃなかったんで、あの諦めてたんですけど、荒井さんがもう力で取れてくれたんで、はい、ちょっとそれに助かりました。ご自身の仕掛けなどはいかがでしたか。そうですね、まあ、あの前のレースが落ち着いたん で自分もちょっと離れてたんですけど、あのやっと追いついた時にちょうど折り合ってたんで、まあ、そこで仕掛けることができました。3日間走られていかがですか。そうですね、まあ、体調面はあまり良くない感じはするんですけど、まあ、あの展開とまあラインのおかげで、はい、あの決勝に乗れたと思ってるんで、まあ、あの悔いのないようにしっかりあの決勝戦も頑張りたいなと思います。あ、前からのスタート、はい、あのレースになりまして、はい、まあ、道中後方になりましたけども、はい、どのあたりから行こうとかっていうのはありましたでしょうか。そうですね、まあ、あの緩んでたらフォームと、まあ、自分の中でちょっと考えてたんですけど、まあ、ちょっとあの前がもう本当スプリントみたいに先頭合わせる気で踏んでるなっていうのはすごい伝わってきたんで、ちょっとここは、まあ、後ろからじゃちょっと厳しいかなと、はい、思ってちょっと一瞬一回見送りました。はい、実際最後、はい、まくってみて、はい、まあ、2着3着と1回で決まりましたけども、はい、行ってみてどうでしょうか。そうですね、もう前段がやっぱりすごいダッシュだったんで、やっぱりみんな足それで飛びつくのに足使ってたんで、それであの、まあ、棒一列になって、まあ、追いつきざまに行きやすいような状況になったのかなと思います。はい、分かりました。では決勝戦に向けて最後に意気込みをお願いします。ちょっとあの実力じゃ全然あの周りにかなわないんですけど、またあの展開が向いた時にしっかり仕掛けられるように頑張ります。応援よろしくお願いします。では決勝進出おめでとうございます。ちょっと今日のレースを振り返っていただきたいんですけど、まあ、あのほぼ作戦通りではあったんですけど、まあ、カイヤが思ったより早く来たので、まあ、そこで松井を入れてからの対象がポイントだったかなと思います。その松井選手に合わせてですよ来たといかがでした。もうあの勝てるように走ってくれればいいと思ってたので、まあ、チャンスはあったと思うので、あとは自分の最後のタイミング次第かなという感じです。その最後の踏み込みなどはいかがでしたか。まあ、やっぱり松井が前行ってくれてるんで、自分はこう いい位置から踏ませてもらってるんで、伸び自体が良かったです。まあ、3日間走られてっていうところはいかがでしょうか。まあ、抜群でもなく悪くもなくっていう感じで、なんとか戦えてます。で、まあ、今年も決勝に勝ち進んできましたけど、いかがですか。まあ、あの決勝に進めたということはすごい嬉しいことで、しっかり明日頑張りたいです。今日は松井選手の番手という形になりましたけども、最後抜け出してみてご自身の状態としてはどうでしょうか。まあ、良くもなく悪くもなくという感じです。この後というのは何か、変えられたりする部分はありますでしょうか。もうリカバリーだけです。まあ、明日優勝すると連覇になりますけども、まあ、これを取ってグランプリに近づきたいという気持ちが強いですかね。まあ、それ以上にその目の前の優勝をしたいという思いだけです。では最後に決勝の意気込みをお願いします。はい、精一杯頑張ります。よろしくお願いします。